こんにちは。人間関係で転職を考えている方の医療・介護専門コーチ山田智子です。今日は職場の困ったちゃんとの付き合い方についてお届けします。依存心の強いスタッフにイライラします。今回の困ったちゃんは自主性のない依存心の強い人です。個別に仕事を割り当てる、また少人数2人組で業務を担当させるなどの場合は動く仕事をすることができるのに、3人以上のグループ作業、またはみんなで協力して一つのことを行うなどになると、周りに声をかけられるまで動きが止まってしまう人です。最初は人見知りが強く、ちょっと配慮が必要な子という認識でしたが、いつまでたっても誰かが声をかけてくれるのを待つ、また自分からみんなの輪には入っていかない、そういうスタンスなので、徐々に周りから浮いていくのがわかります。これは困ったぞ、いつまでも構ってはいられないな。そんな困ったちゃん、あなたの身近にいませんか？結局どうしたのかというと、こちらが構えば構うほど構ってくれるのを待つ、他のスタッフより気配りしてもらえることを期待する、そんな面に気がついたので、全体への伝達指示の時にやらなければならないこと、そして担当することを発表することにしました。具体的にしなければならないこと、それぞれの担当範囲が明確になり、しかもそれを本人だけでなく周りも知っている状況を作ることで、嫌でも動かざるを得ない状況にしたのでした。優しい上司でもあるあなたは、つい困った人に対して気配りしてしまいますが、優しさを全体に向けることも必要です。時には依存する人をちょっと突き放す、義務的にやらせることも必要かもしれません。それが大きな意味での優しさなのかもしれませんよ。あなたの優しさは依存心を育てていますか？それとも自主性を育んでいますか？あれこれやってしまいすぎるあなたが、全7回の無料メールセミナーを受講すると、周りの方と適切な距離を保てるようになります。詳しい登録方法はお知らせで行っております。どうぞご覧ください。